君は夜明けの星になる。どうも皆様こんにちは、和也と申します。今回こちらの乙女ゲームをやっていきたいと思います。このゲームね、ツイッターでね、あの絵柄とか結構ね流れてきてて、それで見てたんだけど、もう絵柄がめっちゃ良くて、あのもうね、俺好みだからやっていきたいんだけど、個人的にね、この左の男の子の、あの青い髪の男の子の方が気になるから、こちらのルートをやっていきたいと思います。ということでね、やっていこうか。Your name。 これ主人公だね、多分。ミヤちゃん。んー、名前変えるのもいいけどさ、どうしようかな。このままでいくか。ん？これ青髪の男の子じゃない？なんかそんな感じするよね。ねえ。ねえ、大丈夫？誰かの声がする。目を開けてよ。私を心配する誰かの声。それはとても優しくて温かい声。うん。あなたは誰？知りたくて、ゆっくりと目を開ける。あなたは。うん。時計の音が鳴り響く。ゆっくりと重い体を起こす。まただ。また、ちょうどいいところで目が覚めちゃった。起きよう。なんだろう。昔の話とかかな。そんな感じするよね。洗面所で軽く顔を洗い、寝癖を直してからリビングへと向かう。ん？急に出てきたね。幼馴染とかなのかな？ジオンくん。はよう、ミヤ。おはよう、ジオン。ジオンくん。私より先に起きてきたジオンがテーブルにご飯を並べていた。一緒に暮らせるんだ。あ、ごめんね。一人で準備させちゃって。ん？ああ、別に構わねえよ。つーか。お前すっげえ寝癖だぞ。ちゃんと直してきたのか？爆発したみたいになってる。え？左の絵だとそんなに爆発してるっぽくないけどね。面白え。そんな、ちゃんと直してきたつもりだったのに。直してくる。まあ、待て待て。え？慌てて頭を押さえる私をジオンが呼び止める。冗談だよ、冗談。本当お前はすぐ引っかかるよな。ひどい、ジオンの嘘つき。まあそんな怒るなって。小さい子はヤスみたいにジオンは私の頭を撫でた。兄弟なのかな。ぽっ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 。二人とも朝から元気じゃの。あ、おじいちゃん。おはよう、おじいちゃん。おはよう。うん。ああ、おはよう。おじいちゃん。じいちゃんも来たし、飯にすっか。うん、お腹すいたな。椅子に座ってみんなで手を合わせる。いただきます。うん、いただきますと。ご飯を食べるときはみんな一緒に揃って食べる。いいことだね。俺、一人暮らし長かったからさ、あれなんだけど、一人で食べるのってさ、やっぱすっごい寂しいからさ、やっぱ人と食べるっていいことだよね。食べる前は今日をいつも通り迎えられたことと美味しいものを食べられることに感謝しながらいただきますを言う。これが我が家の昔からのルールなのだ。ああ、そういえば二人とも少しお願いがあるんじゃが。どうしたの？明日から店に新商品を増やそうと思っていてのう。そのための食材の仕入れを手伝ってほしいんじゃ。店に新商品？食材ってことは、なんだろう。定食屋さんみたいなやってんのかな。定食屋さん？レストランみたいな。新商品？新商品？ああ、すっごく楽しみ。ああ、それで町までお使いに行ってほしいんじゃが、頼めるか？今日は店もお休みじゃし、何か予定があるなら私が行くがの。大丈夫。特に予定はないから。俺も手伝うよ。ありがとうな。それじゃあお願いするよ。うん。あ、そうだ。ねえ、ジオン、町へ行くならついでに広場も行こうよ。ん？広場？どうせまた、あれが見たいって言うんだろ？あれ？なんだろう？あれってなんだろうね。その通り、買い出し終わったらと、ジオンも暇でしょ？一緒に行こうよ。お前な、決めつけんなよ。俺だって年頃の男子だぞ。女の子との用事は一つや二つ、あるの？まあ、今日はねえけどさ。なんだろうね、うん。
悲しいね。うん、ジオンくんめっちゃモテそうなのにね、イケメンだから。でしょ。ねえ行こう。ジオンが一緒の方が私楽しいもん。じいちゃん何笑ってるの？いや、なんでも。うん。それから私たちはまた手を合わせてごちそうさまを言う。そしておじいちゃんに見送られながら家を出た。うん。街は今日も行き交う人たちで賑わっている。空から照りつける眩しい太陽に目を細め、目的のお店まで向かう。おじいちゃんに頼まれていたものはこのお魚と調味料かな。新しいメニューはお魚料理みたいだね。うん、確かに魚はうちの牧場じゃ扱ってねえもんな。牧場を持ってるんだ。楽しみだな。おう。すいません、これください。あよ、チェ、あ、ミヤちゃんとジオンくんじゃないか。二人ともお使いかい？はい。カーターさんにはいつもお世話になってるからね。あよ、ちょっと多めに入れといたぜ。わー、ありがとうございます。おじちゃんもきっと喜びます。ありがとう。いいね、こうやってね、店行ってね、八百屋さんとかで、これおまけついたよ！えい！って言われるのめちゃくちゃ憧れなんだけど。まあ、スーパーしか行かないから、そんなこと絶対に起きないんだけどね。うん。そりゃよかった。またごひいきにしてくれよな。はい。これでよしっと。買い物を終えて、私たちは約束通り広場へと向かった。広場へ出ると、目的のものはすぐ面に飛び込んできた。やっぱりいた。ん？馬車？いくつもの、ほ馬車？なんて読むのこれ。が、重なって、広場の真ん中を進行している。この国にある馬車とは違い、本来なら馬がいるはずのその場所には何の生き物もいない。うん。馬車の上にはロープを、かぶった、ローブか。ローブをかぶった人が二人で座っているだけだ。それなのに馬車は当たり前のように動いている。何？魔法とかなのかな？この、どうなんだろう？世界観よくわかんないけど、魔法の国なのかな？これが魔法の力。あ、次の文章で言ってくれたね。魔法なんだ。私たちのは使えない力。お？やっぱりすごいな。ローブをかぶった人はこの明るい国でもわかるぐらい体はキラキラと発光している。発光しているの？これで夜道も安全だねっつって。じゃああれだね、そのローブかぶってる人たちと一緒に行動を共にすれば暗闇も怖くないということだね。仕組みはよくわからないけど、魔法を使ってる人はあんな風に体が光るらしいのだ。うん、魔法で光ってんのかな。お前ほんと飽きねえよな。飽きないよ、何回見たってやっぱりすごい。うん、そんなにいいもんかね。ジオンは魔法を見ても私みたいに感動したりはしないらしい。それどころか少し呆れたような顔をする。そしてそれはジオンだけじゃない。見てよあれ、また来てるのね、月の国の人たち。随分堂々と進行してくれるわよね。あんなに開かさなくたっていいのに。ひそひそと街の人たちのささやく声が聞こえる。どうせ私たちには魔法なんて大層なも使えないわよ。それにしたって月の国だって馬の一匹や二匹やいるだろうに。そこをわざわざ魔法でって、なんか闇っぽいわよね。ちっ、あんま言うと聞こえるわよ。なんだろう、持たざる者と持つ者の、なんかひがみみたいな。そんな感じがするよね。なんだ、対立みたいなしてんのかな。うん。ミア？実際魔法のことをあんまりよく思ってない人は多い。魔法というより、月の国の存在自体を肯定的に捉えている人が少ないのが現状だ。うん。この世界は大きく分けて二つの国が存在する。一つが私たちの暮らす太陽の国。そしてもう一つがあのローブをかぶった人たちが暮らす月の国だ。私たちの住む太陽の国は一日中ずっと明るいままの国。対して月の国は一日中ずっと暗いままの国だという。ええ。じゃああれなんだ。ミヤちゃんたちが住んでるのは太陽の国だから夜が訪れないってことだよね。なんだろう、なんか時間感覚狂いそうじゃない？今がみんな寝る時間なのか、今がみんな活動する時間なのかってわかんないよね。うん。どんな人たちなのが住んでいるか
どんな人たちが住んでいるのかすら私はよく知らないけど、見た目もほとんど差がないらしい。違うところがあるとすれば、太陽の光に照らされている私たちと、それがない月の国の人たちとでは髪色が大きく違うとかなんとか。でもそれよりももっと大事なこと、月の国の人たちが持つ私たちとの大きな違い、それは魔法が使えるということだ。魔法は私たちからしたら奇跡に等しく、あんな風に物を自由自在に動かすことだって簡単にできてしまうすごいもの。普段頭の中で思い浮かべてるようなこうなったらいいなということを実現できてしまうのが魔法なのだと昔おじいちゃんが教えてくれた。聞いた話でしかないけれど、月の国の人たちは魔法の力のおかげで太陽の国よりもいろいろなものが発展しているらしい。太陽の国の月の太陽の国が月の国よりも優れている点があるとすれば、それは太陽の恵みによって得られた自然の資源の王様ぐらいだ。まあそうだよね、太陽がないとやっぱ植物とか育たないもんね。じゃあ夜の国はあれなのかな、なんだろう、人工物しかなくて、なんか東京みたいな感じになってんのかな、その自然がなくて。だから私たちはそれを渡す代わりに、月の国の人たちが魔法で生み出した、あ、間違えた、魔法の力で生み出した技術や優れものをもらい受けている。そんな国と国との現状に不満を抱く人は少なくはない。うん。だけど私はまだ月の国の人のことを何も知らない。知らないままで否定はしたくない。それに、やっぱりいいな。私も魔法を使ってみたいな。今の生活に不満なんて一つもないけれど、やっぱり魔法が使えたら今よりもっと楽しいんじゃないかななんて思ってしまう。使ってどうすんだよ。例えばお店で仕入れる食材を軽く宙に行かせて運んだりとか。魔法なんてなくたってよ、物ぐらい運べるだろ。それはそうだけど、じゃあ料理するときに火をこう魔法でパパッとつけるとか。薪があれば火ぐらい簡単に起こせるだろ。うん、空飛んだりとか。お前高いところ苦手じゃなかったっけ。そうだよジモン君、ロマンってものを分かってないんだよ。ロマンだよロマン、全てはロマンにあるんだよ。てかね、でもね、魔法そんな風にねパパッと使えたらね、便利で仕方ないと思うけどね。うん、なんか便利だからそれに頼っちゃってさ、なんか体とか衰えそうだよね。へーへー、どうせ俺にはそんなの分かりませんよ。あれ、ミアちゃん、ジオン君、シャルちゃん、シャルちゃん可愛いね。シスターさんかな。この子はシャルロッテ、幼い頃から仲良しの私の親友だ。おー、シャルロッテちゃん、こんにちは。今日も可愛いね。おい、天然たらしか。お前は天然たらし系か、それとも普通のたらしか。もうジオン、シャルちゃんのこと困らせないでよ。ごめんごめん、つい。大丈夫だよ。うん。それにしても偶然だね。お買い物？うん、お店の仕入れだよ。シャルちゃんは？私もそんな感じ。教会の子供たちにあげる食べ物を買っていたんだけれど、シャルちゃんの持っている袋の中は物でいっぱいだ。おまけにとっても重そう。うん、これはジオンくんがね、イケメンをね、うん、ここは男であるジオンくんに持っていただきたいね。でもそういう流れになりそうだよね。すごい量だね。運ぶの手伝おうか？大丈夫だよ。これぐらい。でもここから教会って少し距離があるし。でも。よし。取り合いになっている私たちの間に入り、ジオンはシャルちゃんの荷物をひょいと持ち上げた。よ、イケメン、ジオンくん、イケメン。いや、イケメンはわかってるんだけどね。うん、なあ、ミア。魔法なんてなくたって、こうやって物ぐらい簡単に運べるだろ。ジオン。ありがとう、ジオンくん。私も手伝うよ、シャルちゃん。大丈夫だ。このぐらいなら二人でなんとかなりそうだし、せっかくの休みなんだから、お前はゆっくりしてるよ。でもジオンは？俺はシャルロッテちゃんの荷物を教会まで運んで、そっから家に帰るよ。お前は今日買ったもの持って家に先に帰っててくれ。それは生物だし、教会まで持って帰ったら、さすがに時間かかっちまう。あ、そっか。そうだよね。残念ながら鮮度を保つ魔法なんて俺には使えねえし、だからほら帰った。
いいね、鮮度を保つ魔法なんてあったら。俺もね、なんか買い出しってね、結構買いだめとかしてたんだけど、その買いだめしたものとかもね、結構すぐにダメになっちゃってね、結局捨てなきゃいけないってことがあるから、そういう魔法があればめっちゃ助かるね。そうだね。わかったよ。ありがとう、ジオン。はぁ、ったくあいつは。ジオンくん？ん？あのね、優しくしてくれるのはすごく嬉しいけど、ミヤちゃんには、その、はっきり態度に出さないと伝わらないと思うな。やっぱジオンくんはあれなんだ、片思いなんだね、ミヤちゃんに。え？なんて、余計なおせっかいだよね。ごめんなさい。ピカー！荷物が大丈夫？うん。シェルロットちゃんが言っているのはどういう意味だ？おう、ジオンくん！鈍感系か。自分の気持ちに気づいてないのか。うん。なんかシャルロッテちゃんになんか相談とかしてんのかなとか思ってたけど、違うんだ。それから私はジオンの言う通り、頼まれた品物を家まで届けた。いつもこの時間はおじいちゃんの お店を手伝っている時間だ。おじいちゃんはおじいちゃんで忙しいみたいだし、ジオンもいない。こういう時、私はいつもある場所へ行くことにしている。いつもは仕事が終わってから行ってる場所だけれど、今日はもうすることもないし、いいよね。行ってきます。うん。森を抜けるとそこには私のお気に入りの場所がある。うん。薄緑色の空。私たちの住む国と黄色く明るい空とは違う不思議な色。独特の雰囲気。明るいのに暗い。静かなようで騒がしい。ここは月の国との境目が曖昧な場所らしい。人はほとんど寄りつかない。そんな場所を私はなぜか気に入っていた。うん、なんかあれかな。境目だから夕方みたいな感じなのかな。夢に出てきた場所にどことなく似ている感じがするんだよね。あ、あれか。最初の夢の時だよね。それもここに来る理由の一つだ。ここに来れば私が思い出せない何かを思い出せるかもしれない。どんどん先へ進んでいく。この森の奥には綺麗な泉があって、私はよくその泉をぼーっと眺める。そうしていると、なんだか落ち着く気がする。あれ？誰かいる？いつもは私一人しかいない泉の近くに人影が見えた。木々をかき分けて少し急ぎ足で進んでいく。うん、出た！そうだ、今回の実況ではですね、この子、この男の子のね、ストーリーを進めていきたいと思います。多分ね、ジオンくんルートもあると思うんだけど、ジオンくんルートは今回の実況ではやらないかな。うん。わあ、綺麗な人。青い髪、宝石みたいな綺麗な目。じっと見つめていたら吸い込まれてしまいそう。ここにいる人なんて初めて。うん。話しかけてもいいかな。なんだろう、王子様みたいな格好してるけど。月の国の王子様みたいな感じなのかな。何してるの？何？じっと見つめられてる。うん。近いよー。こんな風に男の子の顔を近くで見たことなんてないよー。恥ずかしいよー。心臓がドキンと、ドキドキと高鳴る。うん。気のせいか。ん？あれかな、夢で見た子、この人なんだろうな、多分。二人とも忘れてるだけで。うん。なんだったんだろう。ここで何をしているかと聞いたな。え、うん。ぼーっとしている。うん、そうだね。それは言われなくてもわかる。なんだろう、クール系っていうよりは不思議系の人なのかな。なんか不思議っ子感があるよね、ちょっと。うん。あなたもよくここに来るの？いや、今日が初めてだ。そうなんだ。道理で普段見かけないなと思ったよ。初めてってことは夢に出てきたのはあの子ではないんだよね。ここすっごく綺麗だよね。雰囲気も好きで私よく来るんだ。そうか。あんまり話したくなさそう。でもこの人のことをなんだか気になる。私、ミヤっていうの。ミヤ。そう、ミヤ。あなたの名前は？ルカ。ルカさん。ルカちゃん。ルカくん。ルカちゃん。ルカちゃんで呼ぼうかな。ルカちゃん。うん、慣れ慣らしい。慣れ慣れしい。うん。
ルカ君って呼んでもいいかな。好きにすればいい。うん、よろしくね、ルカ君。よろしくはしない。え、君と深く関わるつもりはない。なんでなまったん？君と深く関わるつもりはない。え、話し相手は別の誰かを探してくれ。でも、ここには人は滅多に来ないし、今はルカ君しかいないもの。うん。ルカ君かっこいいね。それに私は他の誰かじゃなくて、ルカ君のことが知りたいな。ミヤちゃん積極的だね。えらく積極的的だね。滑舌。俺のことを。うん。名前は述べた。名前だけじゃないよ。どんな人なのかとか、何が好きなのかとか、そういうの、取り留めもないこと。うん。そんなこと、初めて聞かれた。変なやつ。変なやつ。うん。俺は自分のことを話すのが苦手だ。だから君の希望には答えられない。そんな、ルカ君すごく嫌そう。じゃあ、ただ何も考えず一緒におしゃべりしようよ。綺麗な泉を見ながら何でもないことを二人で話すの。それだってきっと楽しいよ。うん。ルカ君は何も言わないままその場を去っていく。待って。なんだ。また明日も来る？さあ、わからない。うん。ルカ君はそれだけ言って去っていった。取り残された私はその後もずっと泉を見ながらルカ君のことを考えて、何、一目惚れみたいなのしちゃったのかな。でもそんな感じでもないよね。カーテンを閉めると差し込んだ光が遮断されて少しだけ薄暗くなる。そろそろ寝る時間だ。だけど自分の部屋に戻っても今日はすぐに寝れる気がしない。少しだけ暗くなった部屋にいると森の泉を思い出す。ルカ君は月の国の人なのかな。雰囲気がそんな感じだったよね。髪の色とかもこっちじゃ見かけない色だった。あれかな。そうだよね。暖かい系の色が太陽の国の人ってことだよね。うん。おい、ミヤってば。ジオン、いたんだね。いたんだねじゃねえよ。ずっといるっつーの。ごめんごめん。それでどうしたの？変な顔してんなーって思って。どうしたんだよ。さっきからずっと黙って考え込んで。うん。なんかあったのか？うん。何があったんだよ。どっか出かけてたんだろ？うん。実は、森の泉に行ってたんだ。またあそこに行ったのか。あの辺には、ムックに近づくなって言っただろ。境目がなくて危ねえんだから。境目がなくて危ない？うっかり月の国に迷い込んだりしたら大変だろ。うん、ごめん。なんだろう。あれだね、月の国の人は、太陽の国には来てるけど、太陽の国の人は月の国には行ったことないんだね。もしうっかり迷い込んだらルカ君に会えるかな。どんだけ好きなんだ、ルカ君のこと。一目惚れだね、本当に。でもそんなことできないよね。私たちが次の国に行くと、普段浴びている太陽の光が得られず、とっても大きな負担がかかるらしいのだ。うん？しまいには体が消滅してしまう、なんて噂もある。何やって。それあれじゃないの、月の国の人がさ、太陽の国の人を近づけないためにそういう噂を流したみたいな。まあ、考えすぎか。考えすぎか。うん。おい、聞いてんのか？聞いてるよ。でもね、めったに人がいないのに、今日はたまたま不思議な男の子と出会ったんだ。男の子？気になって話しかけたんだけど、あんまり私とは話したくなさそうで。だけど、不思議と気になるの。そいつの名前は？ルカだって。うん。ジオン、なんか怒ってない？これは嫉妬ですな。嫉妬ですな。そろそろジオン君は自分の恋に気づいた方がいいと思いますよ。別にそんなことねえよ。なんで怒ってるの？私が心配かけちゃったから？ちげえよ。でも、まあそういうことにしといて。これは嫉妬ですな。それでね、やっぱり気になるから明日またあそこに行ってみようと思うの。うん。明日って、店の手伝いはどうすんだよ。もちろんおじいちゃんには確認したよ。人手は足りてるから大丈夫だって。最近は従業員も少し増えたみたいだし。新商品楽しみにしてたじゃんか。うん。それはすっごく楽しみだよ。
でも今はそこで会った男の子のことが気になるんだ。多分月の国の人だと思うの。もしかしてそいつに惚れたとか。違うよ、そういうわけじゃなくて、ただなんとなく気になるの。俺は行くのやめた方がいいと思う。別にこれは俺が月の国のやつをどうこう思ってるから言ってるわけじゃねえぞ。じいちゃんが言ってただろ、俺たち太陽の国の住人は月の国の住人と深く関わり合うべきじゃないって。環境も価値観も全部違う。それに魔法のことだってある。魔法は確かにすげえよ、でもすごい分危険なものでもあるんだ。そいつが 100% 安全とは言い切れない。心配なんだよ。いいことね、ジオン君は。本当にもう素直になっちゃいなよ。ミヤちゃんに告白しちゃいなよ。なんかもどかしいね。もどかしい、すごくもどかしい。真剣な顔、これはいつもみたいな冗談じゃないって私にもわかる。お前に何かあったら嫌なんだ。そんな顔で見られたら私、まあ最終的にどうするからはお前が決めることだけどな。ジオンがそっと私の頭を撫でた。切なそうに笑うジオンのその手は優しい。守りたい、この笑顔。ジオン、じゃあ俺もう寝るわ。おやすみ。おやすみなさい。私が彼をこんなに気にしているのはただ単純に魔法に慣れているからなんだろうか。その不思議な力に魅せられてしまっているだけなのだろうか。わからない。あんな風に私の心配をしてくれるジオンの気持ちを無下にはしたくない。ルカ君のことが気になる気持ちとジオンを不安にさせたくないって気持ちは同じぐらい強い。どうしよう。初めての感情がいっぱいで私はそこから動くことができなかった。これどうしよう、どうしよう。ルカ君、見た目ルカ君のが好きだけどさ、性格的なものとかさ、ミヤちゃんとくっついてほしいなって思うのはジオン君なんだよ。これジオン君ルートに行こうかな。どうしよう、間違い、迷う、どうしよう、どうしよう、わかんない。